皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回もガンダムブレイカー4をやっていくよ。前回はハシマルとの戦闘やミスターガンプラとの出会いとかいろいろありましたよね。このゲームちゃんとストーリーがミッションごとに展開されるからいろいろ起こりやすいよね。しかしまさかあんな序盤でハシマルが出てくるとは思わなかったよ。しかも難易度を上げたらめちゃくちゃ強くなったし、まだ強化もできないですから苦戦しましたね。早期購入特典がなかったらクリアできなかったよ。まあだからって難易度を下げてもしょうがないし、ハードコアでやっていくんだけど。よし、それじゃミッションをやっていこう。リン遅いな。今日はミッションに行く約束やのに。あ、あそこにおんのって。おーい、こっちやで。もう遅いでリン、僕ら結構待ったんやから。で、あれ、プレイヤーネームが文字化けしとるな。まあベータテスト中やし、そういうこともあるか。とにかく全員揃ったことやし、今日何をするかの発表やで。ズバリ対人戦や。相手のチームと直接戦うんやで。まあ今の僕らの実力ならクラン戦にも行けるかもしれへんけど、どや、二人ともワクワクするんちゃう？うん。あれ、なんかノリ悪いな。リンならもっと乗ってくると思ったんやけど。そう？ひょっとして初めてやから不安な？意外と可愛いとかあるな。でも安心してええで。ランク分けされてるから相手も初心者や。今の僕らなら余裕しゃくしゃくやで。さ、行こうか。よーし、初めての対人戦や。行くで、二人とも。うん。なんやリン、やっぱり元気ないな。緊張しとるの？ここは僕にドーンと任せとき。今日はなんかいける気がすんねん。タオくんいける気がするって、 PG ガンダムやハシュマル相手の時全く役に立ってなかったじゃないか。あれからタオくんも成長したんですよ。ほんとかな。というか今回のリンちゃんなんか様子がおかしかったね。性格がだいぶ変わってましたね。タオくんや主人公はアバターや機体が一緒だからリンちゃんだと思ってたみたいだけど、もしかしたら別人なのかもね。いや、色も一致してて別人ってことはないと思うのですが。ガンブレさんみたいに現実じゃないからありえないことはないよ。ミスターガンプラのアバターが売られてる世界だしね。まあこの子が誰かはミッションをやっていけばわかるよ。まずは対人戦に集中だ。と言っても最初から出てくるわけじゃないんだね。対人戦のルール自体はガンプラバトルと変わってないみたいですね。やはりあのルールは完成されていたのか。と言ってもバトロワ系じゃなくてお互いステージを進んでいって戦うみたいな感じになってるけど。まあそういうことなら僕はサクッと進んでいきますか。今回は前回のステージで手に入れたパーツで機体をガラッとバージョンアップしてきたし、いけるはず。そういえば機体が変わってますね。今作のハードコアは難しいから強いパーツを手に入れたらどんどん入れ替えていってるんだよ。だから見た目は量産機だけど性能はこの前の機体より高いはず。ほらほらマシンガンを食らえ。そしてある程度削ったらツインサーベルで攻撃と。いいね、だいぶ火力が上がってブレイクボーナスも続くようになってきた。で、タオくんだいぶ奥の方で戦ってるな。タオくん前もだいぶ離れたところで戦ってましたよね。もしかしたら戦い方的に敵と一定距離離れて戦うって戦法なのかもね。まあ離れすぎてて全く攻撃してくれないみたいだけど。逃げ回ってるだけになってますね。ロボタなら戦ってくれたのに。と残りはこいつだけみたいだな。でマジかよ、ツインサーベルって長押しで連続攻撃が出るのか。しかもこれブーストを消費してるってことはブーストがある限り続くタイプだな。ブーストがある限り続くって強そうですね。なんだかんだ格闘が一番ダメージが高いし、お手軽コンボできるのはいいよね。とジムを狙ったんだけどなんか外れたな。予定では2機まとめて当たってたのに。意外と機敏な動きをしますから、それで軸がずれちゃいましたね。変に動かさなかったら当たってたのか。というかなんか敵のアトラスガンダムが仲間の方に行ったけど大丈夫かな。強敵っぽいし、早く雑魚を倒して援護に行かないと。ちょ、グラウンドブレイクに全然ならないんだけど。そう、相変わらずこのゲームグラウンドブレイクが普通のコンボになりやすいな。ああなったら一回落ち着かないとですよ。そういえばスキルを全然使ってないな。せっかくだしキマリスの足のスキル使ってみるか。ちょ、何これ、高機動形態って言うからスピード系のバフかと思ったんだけど普通にタックルじゃん。しかも終わった後にバフが乗るとかもないと。
通のタックルよりは長いですし、ちゃんとクリーンヒットすれば結構強そうではありますよ。そのクリーンヒットさせるのが難しそうなんだよな。とそんなこと言ってたら雑魚はこのジムだけになったな。こいつもあと少しで倒せるし、倒したらアトラスガンダムの相手だ。さてさてどこにいるかな。さすがに2機で相手にしてたし、少しは削ってくれてると助かるけど。本当に少しだけ削れてましたね。いくらなんでも少しすぎるって。マジでこいつら戦ってるふりしてたのかよ。まあいい、僕はまだ十分にコストがあるし、サクッと倒せば問題ない。おっと、アトラスガンダムさん、この程度でバラバラになるとは体が貧弱ですね。よし、今回はしっかりグラウンドブレイクが入ったな。少しだけ時間がオーバーしたけど、パーツを変えたおかげでだいぶ戦いやすくなったね。それじゃこのままの流れで敵をどんどん倒していこう。よし、これで終わりっと。おお、えらい絶好調やね、リン。いつの間にそんな上達してたんや。こっそり練習でもしとった？練習？またまた、この前までのリンとは別人やで。この前？何言うとるんや、一緒にミッションしてきたやないか。何のこと？なんかおかしいで、話が噛み合ってへん気がするわ。まるでほんまに違う人と話してるみたいな。ああ、もしかして君リンじゃなかったりする？リン？うわ、僕やってもうた。勘違いしてたわ。君も気づいてなかったみたいやな。機体もパイロットアバターもそっくりやし。それじゃあ君名前は？名前リン。リリン？リリンでええんかな。名前まで似てるって、ほんまにとんでもない偶然もあるもんやね。改めてやけど、僕はアタオ。そんでもって、こっちが。勘違いやったとはいえ、今は仲間同士、よろしく。うん。どうやらこの子はリンに似たリリンって子だったみたいですね。本当に似てるだけだったんだね。とここが最後の場所かな。ついに対人戦、一体誰が相手なんだろう。君たちが今日の対戦相手かな。見たところまだ初心者のようだが。あれ、僕の見間違いやなかったら、あの人らフリーダムフリートやない？フリーダムフリート？このゲームの中でもトップクラスのクランや。僕らみたいな初心者とマッチングするはずあらへん。で、設定が変わってる？ランクフリーバトルになっとるやん。どうやらマッチングエラーでもあったようだな。まあ、せっかくの機会だ、お相手しようではないか。うわ、めっちゃやる気や。こんな無理や、相手が格上すぎる。さっき任せときって言ってなかった？言うたけども。やけど。じゃあ頑張ろ。せめて最後まで聞いてよ。えい、こうなったらやけや、当たって砕けるで。ちょ、最初からトップクランと当たるってどういうことだよ。まさかこれが GB4 ではびこるしょがりってやつなのか。そう、カオスさん、名前も見た目も怪しいキャラだし、やってくることもなかなか認識だな。しかし僕も戦い方がだいぶ分かったし、ただでは負けないぞ。ウィンサーベルの連撃を食らえ。さっきとは違う連撃ですね。スティック入力をしないと今みたいにその場で振り回してくれるみたいだね。こっちは移動しない分連撃を当て続けやすいし、ダメージを稼ぐにハモってこいだよ。よし、うまくカオスさんを敵集団から離せたな。残りのフリーダムフリートの奴らはタオ君とリリンちゃんの方に行ってるし、僕はカオスさんとの対マンに集中しよう。オラオラ、このまま削り切る。ほう、初心者にしてはなかなかやるじゃないか。だが、それもここまでだ。上位クランってこんなに強かったんか。みんなごめん、初心者に毛が生えた程度やったのに調子に乗ってた。さあ、これで終わりにしようか。危ない。なんやあの光。これは
おっ、まさかこの場面で覚醒を使うのか。悪覚醒の硬直でコンボ途切れた。まさかカオスさんが覚醒チュートリアル要員だったとは。実力が自分より上の相手にも覚醒で勝てるって表現なんだろうね。でもナイスタイミング。ここで覚醒のバフもついたら僕のコンボは止められない。ブーストゲージがなくなっても問題なしだ。いい感じにオプション武装が当たりましたね。カオスさんの HP はあと少しだね。で、ちょっとターゲットがずれたか。まあもう一発ミサイルがあるしこれで終わりっと。で、まだ行ってんのかよ。でもここまで削れたならあとはマシンガンで削り切りだね。よしよし、カオスさん撃破完了。残りはカオスさんの仲間たちか。まあこいつらも特別強い攻撃なんかをしてくるわけじゃなさそうだし、同じように長押しコンボで削れそうだな。ふふ、この連撃を止めれるかな。これ地味に後ろにも判定がありそうですし、いくらフリーダムフリートと言ってもモブじゃ止められませんね。所詮はカオスさんのワンマンチームか。やべ、最後はスキルで決めようとしたら意味もなく離れちゃった。この高速移動形態結構難しいな。オップラウンドブレイクチャンス。なんや、なんで負けたのに笑ってんねん。おかしいかね。負けた側が笑っているのは、このバトルには勝敗を度外視できるだけの価値があったということだよ。価値？ああ、その通り。実にいいものを見せてもらった。偶然の巡り合わせだったが、今では運命すら感じているよ。ありがとう。またお会いしていただきたいね。カオスさん結構礼儀正しいな。覚醒も教えてもらったし、こっちこそ礼を言いたいんだけど。見た目で人を判断しちゃダメですね。君、めっちゃすごいな。まさか君が覚醒を使えるなんて。覚醒？さては、君ら覚醒のこと知らんな。よし、僕が説明したるわ。覚醒っていうのは、覚醒はガンプラの能力を飛躍的に高める力。卓越した能力を持つプレイヤーだけが使える特別な技だよ。おお、フリーダムフリートの人。君、どうやって覚醒を身につけたんだい？その様子、やはりわからないか。どうすれば発動できるのかは、今でもまだ解明されていないからね。僕も動画でしか見たことなかったけど、選ばれたプレイヤーのみが使えるって話やったね。その通り。誰もが使えるものじゃない。君は特別な存在ということだ。どうだね、私のクランに入って一緒にその技を極めてみないか。ちょっと待ってください。彼はうちのクランの大事な仲間なんですよ。それは分かっているとも。だが彼にとってランクアップできるチャンスだ。悪い話ではあるまい。どうするんや。まさか。そうか、振られてしまったようだね。さすが僕の心の友や。そう言うと信じとったね。ますます君のことが気に入った。私は諦めないよ。気が変わったらいつでも声をかけてくれ。なんとか言ってくれたね。それにしても今日は災難やったわ。ちゃんと設定したはずやのにあんな相手が来るなんて。リリンもありがとうな。めっちゃ心強かったね。私、人違いって分かった時はびっくりしたけど、一緒に戦ってくれて助かったわ。まあこれもなんかの縁ってことで、また遊ぼな。うん。
さてとそれじゃ次のミッションに行く前にちょっと試したいことがあるんだよね。何を試したいんですか？いやもしかしてガンブレヨンって擬似的なパーフェクトグレード作れるんじゃないかなって。というのも今作からパーツの大きさを部位ごとにいじれるようになったんだけど、それを全部最大にしたらどれくらい大きくなるのかなと思ってね。確かに普通に考えて全体的に大きくなるわけですし、擬似的なパーフェクトグレードにはなりそうですね。まあ物は試しだしやってみようか。というわけで軽く機体を組んだので早速大きくしていこう。大きさはこのスケールってやつの数値を上げればいいだけみたいだね。そんなわけで全身大きくできました。ここだとあんまり大きさわかりませんね。比較対象がないとわかりづらいね。まあロビーに行けばわかるでしょ。おっちょうどリンちゃんがいるし並んでみるか。でけえ。倍くらいのサイズありますね。これ HG だけど MG のパーツにしたらもっと大きくできそうだね。よしそれじゃやりたいこともできたし早速ミッションに行きますか。それで行くんですか？せっかく作ったし大きくなったら戦闘面でどうなるかも確認しないと。今回のミッションはリンちゃんとリリンちゃんが出会う話か。どうなるか楽しみだね。それじゃやっていこう。私も見たかったなぁ、覚醒。すごかったんでしょ？でも、私と見間違えるほどそっくりな子がいたっていうのは、ちょっと信じられないけどね。信じるも何も、僕らは実際に見たし、一緒に戦ったしな。めっちゃ強かってんで。またリリンと会えたらいいんやけど。お、噂をすればや。おーい、リリン。へえ、あんたがリリンか。って、本当に私そっくり。なんで？わからない。もしかして同じアバターでサブアカウント作ってボットで動かしてたとか？そんなわけないでしょ。なんでそんなことする必要があるのよ。じゃあ実は双子の姉妹だったり。お姉ちゃんはいるけど双子じゃないよ。それに GB4 だってやってないし。でも本当にうり二つだね。機体も全く同じだし、これもうデータ完コピじゃない？もしかして私のアバターデータがどこかにアップされてたとか？わからない。さっきからわからないばっかりじゃない。じゃあさ、どんなガンプラが好きなの？いつからプレイしてるの？覚えてない。はっきりしないな。まあいいや、とりあえず実力を見せてもらおうじゃない。同じ姿でも私の方が上だって証明してあげるんだから。ほら、行くよ。なんか大変なことになってもうたね。よし、後のことは任せたで。僕はここで見守ってるから気張ってや。いざ出撃。指定された機体を倒せばいいんだね。さあ、行くよ。絶対に負けないんだから。乗ってこないんだ。アバターの見た目はそっくりだけど、中身はあんまり似てないみたいだね。確かに性格は正反対だね。まあチームとしては熱血なキャラと冷静なキャラでいい感じにバランスが取れてるからいいんだけど。本当にバランスが取れてるんだろうか。それにしてもデカすぎてムービーすごいことになってましたね。はみ出したりかぶったり色々問題が起きちゃってたね。機体としては結構面白いんだけどムービー的にはあんまり相性が良くないみたいだし、今後はやらない方がいいかもな。まあ仕方ないですね。まあムービーの関係でこのパーフェクトグレードもどきは封印するつもりだけど、一応このゲーム体を大きくするメリットはあるみたいだよ。この大きさに一体どんなメリットが？聞くところによると格闘攻撃の判定なんかが大きくなるみたい。どうやら格闘の判定が足だったかの大きさを基準にしてあるらしくて、それの関係で大きくなると格闘判定も大きくなるみたいだね。まあこの大きさで格闘判定は変わりませんって言われたらそれはそれでビビるけど。じゃあ大きくした方が強いじゃないですか。それがそうでもなくて体が大きいってことはそれだけ当たる。
たり判定も大きくなるからデメリットも大きいみたいだね。特に僕みたいにハードコアでやってると敵の攻撃が結構痛いから当たり判定が大きくなるのはちょっと困るんだよね。最近はパーツを変えたりして少なくなったけど敵の攻撃で一気に HP が削れることも多いし。確かにモビルアーマー戦はこの機体で行くのは怖いですね。でも当たり判定で行ったらそれこそ体のサイズを最小にすればいいのでは？もちろんそうすると当たり判定は小さくなるみたいだね。まあそれはそれで格闘の判定も小さくなるからめちゃくちゃ近づかないといけなくなってリスクあるんだけど。なるほど、どっちが強いとかないんですね。どっちもメリットデメリットがあるからね。それを踏まえて僕が言えることは結局普通のサイズがいいってこと。元も子もないこと言わないでくださいよ。これが真理なのだって気づいたら敵がだいぶ減ってるな。もしかしてツインサーベル連撃と体を大きくするの結構相性がいいのか。ほぼ全方位に対しての攻撃が広くなってますからね。確かにそう考えるとこの連撃結構凶悪だな。おっきい感じに地形にはまった。でブーストが切れちゃった。そう、これからだっていうのに。まあでもブースト自体はオーバーヒートしてないしすぐに回復する。回復したらもう一回だ。ははは、黄色ゲージもないセイバーガンダムではここから抜け出せないだろ。マジで手も足も出ませんね。雑魚的にはもう負けないね。グッフン、これが私の実力なんだから。リリー、今の見てた？私が一機倒してる間に三機も？まあ今までのは準備運動みたいなもんだし、ここからが勝負なんだから。勝負？よくわからないけど、続けるなら私も続ける。負けないんだから。さあ行くよ。さてと最後のステージかな。このステージのボスは誰なんだろう。うお、SD のナイトガンダムじゃん。そういえば今作はプレイヤーも SD 機体を使えるんだっけ。ガンブレさんだとロボタだけしか使えませんでしたし、これはありがたいですね。ゲームの進化を感じるよね。さてとそれじゃまずは目の前にいるシコマンドガンダムから倒していこうかな。近くに雑魚敵はいるけど、ほとんどの敵はリンちゃんたちに釣られてるし、手早く倒せばカットはされないはず。ってちょっと連撃は入ってるんだけど、だんだん浮いてるのはなんで？もしかすると SD 機体は軽すぎてああいう攻撃だと浮いちゃうのかもしれませんね。なるほどね。でも変に浮かれると普通にすっぽ抜けそうで怖いな。とりあえず浮いちゃったら落ちてくるまでは冷静に待機しておいた方がいいかもね。と僕が狙ってた方のコマンドガンダムが距離を取ったか。逃げた先にガンビットを打ち込んだつもりだったけど、意外に足が速くて軸をずらされたな。まああいつは一旦無視しよう。ちょうどよく僕の近くにナイトガンダムだけがいるし、次はこいつだな。まずは角まで追い込んでと。あっそうだ、せっかくコストもあるしトランザムでバフも入れようか。おやおや、 SD 組がみんな僕のところに集まってきたな。ちょうどいい四角性も使っちゃえ。よしよし、これでもう僕を止める者はいないぜ。あとはブーストが回復するまで待機と。降りたら回復しそうですね。よしマンターン、それじゃ連撃を入れちゃいますか。ははは、面白いように削れていくぞ。トランザムプラス覚醒の連撃はマジで凶悪ですね。相手が射撃戦をしてきたらきついけど、してこないと一生攻撃できるよ。最後は固まってるところにライザーソード。強いって聞いてたけど、想像以上だったな。同じ見た目で同じ機体なのに、この差は何なの。というわけで無事ミッションクリア。思ったより悪くなかった機体だったね。なかなかやるじゃない、あんた。でも、次は負けないからね。次も、あるの？もしかして、勝ち逃げする気？そうやなくて、また一緒に遊んでくれるんって意味やない？そういえば、リリンは、私たちのクランに入ってないもんね。ねえ、この子、クランに誘ったらいいんじゃない？それええな、リリンが入ってくれたら心強いで。クランって何？うん、意味は分かった。どこにも所属してないなら私たちのクランに入ってよ、きっと楽しいから。分かった、リンがそう言うなら入る。よかったやん、リン。うん、
でも今あんたが話しかけてたの私じゃなくてリリンなんだけど。ごめん、どっちがどっちか一瞬わからんようになってたわ。確かにこう似てると見分けがつかないのも仕方がないね。今からでもアバターの色を変えるとかできたらいいんだけど。これで大丈夫？それどうやった？一瞬で色が変わってって、いやそのカラーは分かりやすくてええけど。まあそれなら悪くないんじゃない？何が起こったんかはよう分からんけど、これで問題解決やね。よろしくね、リリン。うん、あなたもよろしくね。なんか続々と仲間が入ってきてますね。メンバーのほとんどが初心者だけどね。まあでもこういうゲームは初心者同士でワイワイやっていくのも醍醐味だからね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。